今年はちょっと去年と違い、あんまり僕自身が準備する時間がなかったので、言葉選びなど間違えるかもしれませんが、そこだけはお願いします。僕はこの試合会場に着くと、あそこの室内練習場からこのスタンドを見るのがすごく好きで、少しずつ緑になっていく景色と、皆さんの笑顔が今日もやらなきゃっていう気持ちにさせてくれます。それで選手が多分ピッチを確認しに出ていくんでしょうね。そうすると皆さんからその選手の名前を呼んで、今日も頑張れよみたいな、そういう声をかけてるところを見て、本当に幸せだなって思います。まあ、ただある選手になると本当に、あっちからこっちから声をかけられるんでしょうね。もうあっちにペコリ、こっちにペコリ、もうピッチを確認しに来たのか挨拶しに来たのか分かりやしないっていう、まあ塩さんのことなんですけど、ただ皆さんは本当に試合になると僕たちに勇気と力をくれます。僕たちは総力と最後まで諦めない力を武器にしてるって言いますけど、皆さんが試合中に声を枯らしてくれなければあんなに戦えなかったと思います。そして9月本当に勝てなかった時に皆さんがすごく勇気づけてくれました。その結果 J1 に昇格することができました。皆さんは最高の仲間です。すいません、まだ話させてください。皆さんに今日はお願いがありまして、僕も人権宣言をしましたが、今年は J リーグでも悲しい事件がありました。皆さんの手はゴールが決まればタオルを振り回して、そして隣の人と喜びを分かち合います。そして立てる意味を間違えなければワンソールになります。できたね。あ、いやいや OK ですね、すいません。そして皆さんの声は本当に僕たちに勇気をくれます。決して誰かを傷つけるものではないと思います。まあ、ただ綺麗事を並べることも僕にはできないんですけど、ただ皆さん周りを見渡してください。このスタジアムには年配の方、子供、そして車椅子の方など、本当に幅広い皆さんがいます。その中でも子供たちっていうのはこのクラブの宝だと思うんです。僕たちも J1 昇格しました。そして今日はフェアプレー賞を勝ち取りました。そしてそうやってやることで皆さんと一緒に10年後、20年後ここで試合をするかもしれない子どもたちが安心して夢を見れるスタジアム作りをしていきたいと思います。最後になりますが、もう一つ、あと二つですかね、お願いになります。残念ながら今日で去ってしまう選手がいます。どうかみんなで笑顔で送り出しましょう。そして今日も1万8000人ですが、皆さん来ていただきましたけど、どうか来年誰一人欠けることなくここで再会しましょう。一年間お疲れ様でした。
以上で2014